今回もなんと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 小市さんと一緒です。小市ベースさんの小市さんと一緒です。今日は、フィリピンの居酒屋カバヤンさんで、ちょっと前から気になってたんですけど、これちょっと撮影許可もいただいてお邪魔したいと思います。ここは場所が上板橋にあります。ペイペイ使います。ということで早速入っていきたいと思います。レッツゴー。こんにちは。頑張ります。いきなりすいません。いいえ、カメラ持ってしまって。はじめまして。いいえ、どうも。町田と申します。よろしくお願いします。やっと会えた。初めてみたいな気がしないですね。あ、そうですね。すげー。おっ、そう持ってます。ちょうど私も好きで、で今見たらあれと思って同じようなのがあるなと。倒します。メニューがどうするの。ルンピアン上海一つと、リコレエクスプレス一つください。飲み物。ウーロン茶。はい、ウーロン茶です。モリンガがあります。あ、出たモリンガ。モリンガ。今日なんかやってましたよね。昨日もテレビ出て。はい。今すごいですよね。体にいいって。俺粉末のやつもらったんですよ。丸んがいですよね。そうそう、いわゆる。あれいつも俺コーヒーに入れて飲んでるんですよ。粉末のやつもらった。あります。あれなんかもらって、でスプーン一杯コーヒー入れて、あとなんかあの野菜ジュースとか、はい、そういうのもらって。ティノーラとかそういうのも入れて。ティノーラ葉っぱをね。入れますね。で俺それお酒入ってないですよね。入れないで、はい、はい、はい、じゃあ僕もそれで、あれ、そう、今、あ、こうだったね、で、こうだった、こうだった、はい、はい、お願いします。フィリピンで唯一辛い食べ物のリコールエクスプレス。面白い。
ビーフみかんコンビーフ。辛いのいります？どうがいます？あります？あります？マスター、これフィリピンの唐辛子ですか？甘いですね。はい。フィリピンのマスター。ちっちゃいやつが辛くて。ですよね。うん、ごちそうさまでした。またよろしくお願いします。みんな同じような格好してる。じゃあまた。どうも。すいません、ありがとうございました。またお願いします。Thank you。すいません、今日はありがとうございます。それでは、バイバイ。